パティスリースリールの公園で行われておりますボートレース三国越前三国ロールケーキスリール杯ですが、いよいよこれから行われますのは最初の準優勝戦です。第10レースを迎えました。対戦メンバー1号艇広島支部上平真司、2号艇福岡支部の中島真司、3号艇は静岡支部大場聡、4号艇山口支部森野正弘、5号艇愛知支部岩永正人、6号艇三重支部の中村森重、以上のメンバーで行われます。絶好分けで登場、オール3連隊3勝をマークした1号艇うひら、人気の熟慮されました。そしてこちらも3勝マークで、こちらもオール3連隊マークしています。オール3連隊の2人の上平中島に人気は集中しました。3連単123が 5.3 倍、あとは 124 6.7 倍、132が8倍です。なかなか1着を取れなかったんですが、今日は準優前のレース朝一で1着を取りました。大場がスローの3コースです。これをきっかけに一気にリズムを上げられるか。3号艇大場、角を取りました。果敢なアタック、これが一つの信条です。4号艇の森野、そして昨日2着2本マークして予選突破決めた5号艇岩永が5コース、そして6号艇中村森重6コースです。インコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。2コースからスリットから勢いがある2コースから2号手中島、センターから3号手大場です。1周1マークですが、それでも先に回ってくる、張って回ってくる1号手浮平、刺して構えていったのは2号手中島、3号手大場、そのうちから4号手森野ということになりましたが、1号手押し切りました。上平が先頭、一定進犯リード、2番手ですが2号手の中島キープ、3番手は4号手森野、アウトコースは3号手大場、後方6号手中村と5号手岩永。第10レース準優勝戦はスタート正常です。後枠の2人が上位を独占か。後ろにマークの旋回、先頭少々スタート5点踏んだんですが、先に回って前に出ていったのは1号手上平、そして2番手追走となった2号手中島、3番手は4号手森野が追い上げ体勢を図って、現在2番手の3番手の定間4点審査、まだ追い上げる位置にあるレーサー。2周1マークの旋回、2号手先に回って中島、それを見て外突き回っていった4号手森野、コーナー殺到する6号手中村ですが振り切られました。単独2番手争いですが、それでも現在5点審リーダー2号手の中島、3番手ポトロカですが4号手の森野、現在上位体系は 1,2,4 の体制となりまして、西乗りマークの旋回です。後枠の2人上平中島ともにオール3連単予選勝ち上がった2人が上位を独占、単独3番手も4号艇森野が取り入りまして、上位の体系 1,2,4 なんですが、若干コーナーで差を詰めている4号艇森野、その差は現在4点進ほどか。最終周回で1マークにこれから向かいます。1号艇から堂々期待に応えました。どうやら優勝切符を手にしそう。最終周回1番から最後のバックステージコーナー、もう一度詰める4号艇森野だったんですが、2号艇中島が単独2番手をキープ、3番手は4号艇森野、 1,2,4 の体勢形しました。後方6号艇中村、さらには3号艇大場、最後方は5号艇岩永で、最後のバックステージからラスタダーマークの旋回です。3連単 1,2,4、 3連単2番人気の 6.7 倍、ラスタダーマークから最後の直線コース、上平と中島は人気に応えました。森野も3番手上がったんですが、優出切符は一歩届かずか。先頭1番の上平5輪、2番手は2番中島5輪、3番手は4番の森野が5輪、6番中村、3番の大場が5輪、ラスト5番岩永5輪。